ました。ちょっとゲリラでごめんって感じ。AT さん花束ありがとうございます。ちょっと私ね、そう今日腰やっちゃったんですよ。今日腰やっちゃってさ、ちょっと今腰が痛いの。ちょっと動けない。あ、みーさんタワーありがとう。え、じゃ誕生日の時に髪の毛バサバサだからちょっとフードかぶってます。ごめんね。あ、くまぴーさんもありがとう。誕生日の時に一緒に書く。え、そう腰やっちゃったの今日ついに。あ、危ない。ついに正規メンバーになることが2回。ジョージさんもありがとう。やり頑張ります。え、普通にぎっくりとかじゃなくて痛くなっちゃった。そう、ありがとう。変えた。マジで、あれ本当にさ、もうめっちゃさ、もう緊張したよ。あれの一番緊張した。なんか犬の着ぐるみどうしようかな、なんかわかんない。わかんないんですよ、なんかどうしようかなって。こんばんは。トンチンさん、だるま、シャルゴタン頑張った、ありがとうございます。ね、そう、私が作ったんです、歌詞。あれお覚えるのがさ、あ、待って、やばい。あ、まだ。で、こうやって歌詞全部作ったんです、私。偉いね、私。そうです、私は皆さんの気持ちを、今日は代弁して歌いました。つのさん、バラありがとうございます。そうだよ。嬉しい、昇格できました。そう、四国でカップリングもいただけて、ちょっとまだどんな曲か全然知らないんですけど楽しい、嬉しい嬉しい。どんなんじゃろ。こんばんは、つよぽん頑張った、ありがとう。レッサーありがとう、ありがとう。竜兵さん尊い、ありがとうございます。あ、そう、 CD じゃねえや、ちょ、 DVD じゃ、 DVDダンさん、カムカムさん頑張った、ありがとう。トンチーさんかわいい、ありがとう。ね、四国どんなんなんじゃろうね。海の色を知ってる系、海の色知ってる系なんかな。収穫おめでとう、ありがとう。嬉しい、これでやっと私は胸を張って ST48 ですって言える。しんいちさん、白石さん、花束ありがとうございます。今日の姿見て凛行しのいました。え、いいんですか、いいんですか、そんな、あんな。なんか着ぐるみのね、他にね、なんか一個もう一個買ってもらってた犬のワンピースみたいなやつがあって、それはなんかお話し会とかしてくれるらしいです。やった、直人ちゃん頑張った、ありがとうございます。16日はでもなんか11月1日から昇格メンバーと正規メンバーとしての活動だから、まだ16日はまだ研究生。え、どうなんだろうね。でも髪型はまだ変えれない気がする。トリナーさんお疲れ、ありがとう。ね、嬉しいですね。そう、10月からです。分かんない、私はそうです、認知されるように。え、頑張って。うかりおんこさん、誰もありがとうございます。そうです、着ぐるみ行きたいですって言ったら買ってくれました。本当に良かった。え、なんかあのカラオケ大会のやつはなんか立候補制だったんですけど、なんか見つけました。ウェルカムカード立候補制だったんですけど、私立候補してなかったんですけど、なんか謎に強制的にやらされることになったので。そう、
犬の立候補はあやって2000人の前でね、そんなやるなんて私無理だと思って立候補しなかったんですけど、なんかやらされましたしてないんです私、してなくてちょっと できるか分かんないですって言ったのに、やってくださいって言われたからなんかやりましたなんか参考面白かったよかった、楽しんで覚えてください、もう覚えた今日なんか案外さ後ろの方も見えたんですよね、まあ、ちょっと顔はちょっとあんまちょっと微妙だったけど、アイスありがとう、タタタタタタタ、ナナンから落ちてた、あ全然余裕余裕、赤忍者さん可愛かった、そうもう清楚系19歳の目標ね、どこ行ったんだろうって感じどっか行きました、もうおめでとう、すごくありがとう、うん、見えた見えた、そうでね、ダンスさんお疲れありがとうございます、3列目の下手が分かりましたあーよかった、何をするかなって思った時にそれしか思いつかばなかった、ロンさんいいねありがとうございます、ラーメン大好きです、愛してます、ガチ恋工場はなんか知るだけ知っとったけど、歌詞とかはあんまり知らんくて調べて考えましたあ、そうね、あかりさんからタンプレもらったの、ね、嬉しい、手紙ももらったの、さすが私の彼氏そう、いやでも終わっとるよね、もう化粧ドロドロもう終わっとる、シャネルだって、あー好き好き、お手紙が嬉しい、えツイッター見てない、見よう、嬉しい、手紙をもらいました、嬉しい、私のカリピカリピッピそうシャネル、そう最近そう冷静弱すぎてさダメだった、もうコンサートで出る前からなんかもううるうるしちゃって、ツイッターいつか、ツイッター何なんじゃろうね、オタクのリンコって何、オタクのリンコ、ああそういうことそういうこと、三角おめでとうありがとう、やっぱサポーターさんえそうなの、私今日寝ようと思う、寝ます、今日は寝ますごめんけど今日元気ないの、ちょっといろいろと疲れてるマジでもうコンサートがさ本当に追い詰められててさ、ちょっと配信も2日できなかったんだけど、犬の子そうです、ワンワン、そうナナさんに写真を撮ろうって言われて撮ってもらって幸せだった、今日は寝たいと思います、寝ます、明日はいろいろ今日は嬉しい、ニコナどうしようかな、なんだろうこれ、なんかハイライトって言った、あかりんさんにもらった、はー好きです、今日りんこちゃんって人を知りましたそれより前にしてくださいよ、うん、インスタにはやらないっぽいです私は、いやわかんないどんなんじゃろ、もうね汗がね、そうなんかめっちゃ暑くて、そう
かった。あのなんかおしめに、え、まおしめじゃなかったん。カラオケはですね、最初やれってやった時は、もはややりたくねーやりたくねーってずっと思ったけど、でもやってみたら達成感がすごくてやってよかったなって思います。40何やだやだ、チェックせんとって。カットピンクカラオケ大会して、おありがとう。私もネタがないです。あのたくさんの服はお父さんのクローゼットから貸されました。よかった。え、なんか炎上するかなって思ったんですよ、あれやろうと思った時に。バカにしてるのかって、ちょっと炎上しそうな気がしたからやめようかなって思ったんですけど、よかった。えリハでね、緊張しすぎて歌えなかったんですよ。そう、お父さんのクローゼットから。であの犬のやつは犬のぬいぐるみ着たいですって言うだけ言って、別に何も考えてなかったっていう。そうお父さんのやつをかっさらった。しかも私運営さんに犬の服2着買わせてるので。そう、もう一回聞きたい。ちょっとやだやだ、もうでも3日後には木体がある。チャナさんバラありがとう、と思い出さないと。もう木体忘れちゃった。おいくら、どうでしょう。本当よ、そう、ナナさんに抱きしめていただいてめっちゃいい匂いしました。一生忘れない。あれね、なんかでも話し会で来てもいいよって言われたから行きますね、いつかわからんけど。そう、うん、もうあんなあんたらもう私の黒歴史ですね。え、違う、なんか犬の服着た時に前ハッチさんとリネちゃんが抱き合ってたから、まあいいよみたいな。なったんですよ。え、でもあれは現代のおたくさんなので、僕たえ、まあなんとかなる。どれが最後のキスだと言いました。はい。え、すごい。え、しかも自分は真面目にあなたたちの気持ちを考えて私やったんで。そう、あ、ゆきりかギューしてくれたの、やよに断られた、悲しき。私のせいなの？沖の湯の予算問題は私のせいなんですか？エイモさん、ハートありがとうございます。そう、真面目に考えたんでしょう、私は。でしょ？見て、会えるまでにたくさん想像しても会いたい気持ち募るばかりとか、めっちゃ考えた自分。そう、え、疲れた、今日は早めに終わろうかな、ちょっとさすがに眠いっす。よかった、今日行きたかった気持ちは伝わりました。でしょ、オタク研究家なんでね、ちょっと。え、でもね、あれ瀬戸里めっちゃエモエモじゃなかったですか。え、ちょっとね、寝ようと思います。ちょっとここ数日全然寝てなかったから、ちょっと寝ますね私。寝ます。え、ちょっとタワーのレッツしようかな。あ、待ってスクショしないと、ちょっと、あ、スクショせんでも覚えられるか、ちょっと待って、メモります。リビブロックめっちゃエモいよね。ちょっと寝ますね、私寝ますわ。え、タワーはみーさんと、え、まあ、ターンの俺すっごい時間かかると思う、多分誕生日のやつもあるから。リーさんとくまぴさんとジョージさん、ありがとうございます。寝るし、明日はもう多分一日中寝れる時は寝ると思う。で、寝たい。31ありがとう。してないのに。あね、マジであかりさん好きなんだけど、どうしよう、ガチ恋かも。ななさんも好きってなった。めっちゃ可愛い、めっちゃ綺麗ですよね、
どうやって使うんだろう、なんかハイライトって言った。お、メッセージカード、おお、自分だった、運命ですね。もっくんハートありがとうございます。今日は Z はリンクを楽しでした。なんで病んでるの。あー、察した、元気出して、いただきます、来てください。あ、どうやって使うんだろうこれ。なんか配信で使ったら漏れるよって言われた。どうやって使うんだろう、どこに塗るの。どこに塗るのこれ。なんかちょっと違うような気がするよ。タオルとお茶はマネージャーさんに事務所にあるのを持ってきてもらいました。あ、悲しい。メタボさんこんばん。でもそうだな、正規メンバーになったからちょっともうこれまで以上にちゃんとやらないとなっていうのがある。いいでしょう、いいでしょう、そんなアイドルと何回もギューしてもらうなんて特権でしかない。私はバレエ担当ではありません、清楚系担当でございます。じゃろーん、いえいえ、そんな、そうで、なんだろう、どうしよう。メッセージカードはね、一応ちょっと変えたりしたんですけど。そうよ、もっと、はい、そうよ、配信でちょっとやばい発言をしない頑張ろうと思います。うん、浮気してる。え、そんなに、ありがとう、え、よかった、コロッケ大会出てありがとう。そんな、あれ、そんな、そんな、そんな、それで話し会行こうなんて、そんな、そんな、ちょっとこれはまだまだオタク研究をする必要がありますね。眠い、またループしてる。ありがとう。ありがとう、マリアさん、誕生日の時に一緒にお礼をしたいと思います。ありがとうございます。そんなことはないです。今日はちょっと真面目な話をしようかなと思ったんですけど。マリソーさん、ミラーボールありがとうございます。昇格おめでとう、ありがとう。オタクルックの日はいつ、そんな、そんな日はありません。アルハウトさん、かわいい、ありがとうございます。だから10月1日からなんかあれなんかな、髪型自由になったりする感じかな、多分。ありがとう。裏に当たりって、え、書いてない、私じゃないそれ。私じゃない、あーしゃねー。あ、待って待って、そういうことじゃない、待って、違う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 、やめてやめてやめて、ちょ、勝手に卒業にせんで、ちょ、そうそう、あ、あー、もう、あー、君たちがそういうこと言うから本当こうなるんですよ。本当に、あ、ちょっと待って待って、いかんいかん、あーしゃ変わらんでしょ、絶対変わらん気がする。昇格おめでとう、ありがとう。そうです。ねえ、やだ、え、自分だけ研究生ですか、それはちょっと、ちょっとね、そう、3期メンバーにちょっと3期生オーディションあったらちょっと受けようかなと思ってくれ、やっぱり今日正規メンバーに昇格してちょっともう一回研究生やるのはちょっとなと思ったから、やっぱり2期生で生きていくことを今日決めました。クールビューティーとかやれたこと一回、え、てかね、ちょっとみんなに見てほしいことが、みんなにね見てほしいのがあるんですよ、ちょっと待って。そう、研究が終わりました。
Thank you. うちは見えた見えた、シュクってやつ見えた、ワンワンも見えた、ありがとう。ちょっとみあのね、恋歴占い術ってさ、ちょ自分やってみてや、性格がね、基本性格ってやつがあるんですけど、それがめっちゃ自分の性格なんですよ。ちょっと見てほしい。はい、性格おめでとう、ありがとう。すごいよね、駅のやつの旗、あれはありがたい。あんなしてもらった、初めて。そう、3期生になろうかなって思ったけど、そう、やっぱやめた。その占いのねやつがめっちゃ自分だったんですよ。なんか食べ物食べたら機嫌が良くなるとか書いてあって、めっちゃ自分でした。恋術何占い、恋なんか恋術なんちゃらかんちゃらみたいな感じ。はい、すごいね、あれなんかわざわざ市の方に許可取っていただいたらしくて、ありがとうございます。嬉しい。正規メンバー結婚できますか。いや、正規メンバーでも研究生でもちょっとあんま関係ないですかね、そこはそうですね、確かに。どうなんだろう、二階席はペンライト見えましたよ。顔はちょっと見えんかったよ今日の良かったです。おめでとう、ありがとうでもなんか生誕、なんかマネージャーさんにさ、生誕さ、私が一番遅いんですかって聞いたら、うん、そうだねって言われたおいおいあ、待って、今日次回今日までだった気がする。宣伝するの忘れとったいきなり悲しい、私が一番そうだねって言って私が一番遅いらしいです、悲しいです。いやいや、オタク研究はこれからも楽しいから続けていこうと思います。そう、チキの宣伝するの忘れてましたあ、チキ14まで、あら、あらあら、あ、じゃあまだ宣伝できるわね正規メンバー昇格おめでとう、ありがとう。確かに昼は個人的に無謀な夢を覚めることがない、やれたのが嬉しかったかな。茶髪で専用、黒髪で生きていくよ。まあ、みんな黒髪が好きなんでね大丈夫、そこちゃんと分かってるんで、みんなはね、黒髪の子が好きなんだよ、ちゃんと知ってますチータまだやってないよ、ロケ弁持ち帰え、私今までロケ弁で孤独のランナーがね、正直知らない曲だったんですけど、 SDN48 さんのやつで、そう、知らん曲だったんですけど、やってて楽しかった。懐かしい、もう懐かしいになってる大体の、オタクの8割は黒髪が好きだと思っている、わかんない、人によるけど。無謀な夢やったの嬉しかった。なんか本当は3周年コンサートなくなったけど、それでやるあれやったったけど、やれてよかったでしょ。え、わかんない、でもね、 STU が清楚系じゃないですか、だから STU オタクはだけがそうなんかもしれない。他のわかんない、他のアイドルの人のオタクさんはちょっとわかんないんですけど、 STU オタクは、まあ、8割は黒髪が好き。はい、でもなんか奈々さんみたいな色にしてみたい気もある、やっぱ若いうちに。うん、まあ、してるうちはまあどっちにしろ無理なんですけどね、ね、図星でしょ他のアイドルグループさんと違うと思うんですけど、まあ、してるオタクさんは8割は黒
黒髪が好きと。まあ黒髪か茶髪ですかね。茶髪なんか普通の色変じゃん。かピンクのグラデーション変じゃん変じゃん。私は赤髪です。あ、ミーナさんですか、米田。私好きなんです、ラストアイドル好き。そう、一度やってみたい、そういう色に。うーん、ジョージさんアイスありがとうございます。うん、なんか真面目な話をしようと思ったけど泣いてしまいそうでできない。でもマジで最近冷静弱いの。なんかね、え、みなみさん、なんか最近本当に冷静弱くて申し訳ない。なんかね、本当にキモいんですよ自分。マジでキモい、自分本当にキモいんですよ。マジでキモくて自分な、あ、もうなんかすぐに、あ、私もみんな私のこと嫌いになってしまったとかも配信するたびに病むっていう。そう、冷静弱いんですよね本当に。イメージがめっちゃ怖い。え、どんなイメージ今までどんなイメージだったのよ。年なんかな、まあ、もう19じゃけ。そう、もう冷戦が弱い。めっちゃキモいと思う自分マジで。自分がみんなのオタクみたいな。そうなの、もう本当に今日もずっとなんかもう、ああもう涙涙みたいな感じでした。今日のライブありがとう、もう嬉しい。頑張ってきてよかったうん、ああ、なんか本当に冷静弱すぎて、待って、また行けない。誰だ、もう19歳の目標は泣かないなのに。なんでこんな、私年なのかな、本当に。年なのかしら。そう、じゃ最近なんか別に嫌なことがあったわけでもないし、嬉しいこと、どっちかというと嬉しいことばっかりあるんですけど、なんか冷静弱いんですよね。なんでだろう、別に、なんでだろう。ダンサーファイト、え、それなの、なんか本当に泣きそう。ちょっと待って、19歳の目標19歳の目標が本当に、19歳の目標が、え、あ、ペンライト誰だっけ。いけん、髪の毛痛いから。小学校おめでとう、ありがとう。だだ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 、いた、いた、すごいびっくりした、ヘタレたちよって、すごい、え、なんか今までの出演じゃないみたいでめっちゃびっくりしたんだけど、コンセプトが急に変わったけめっちゃびっくりしました。19歳の時は泣かないなのに、え、真面目な話、なんて言えばいいのかが分からない。え、でで自分作詞なんですか、最悪じゃん、絶対売れんよすごいよね STU じゃ今までなかった感じ、楽しみ。カッペリングとかもどんな、痛いわこのポニーテール、痛いわ。あなた、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 ピーポー、いでででで、え、めっちゃあるけど、どうなんじゃ、え、なんか、最近思うのは、なんか私なんか、どうなんじゃろうか、なんじゃろう、真面目な話真面目な話ね、私も早く聞きたいです。なんか公演の時にしてもらうポニーテールはめちゃ頭が痛くなる。え、それもじゃし、いろいろなんか話したいことあるけど、ちょっと時間的にあれなんですけど、どうだろう。むずい。すごいね、なんか。NNB さんぽい。ああ確かに。
まあなんか、なんか申し訳ないなって感じした場所に関しては。なんか、悲しくなってきた。そう、なんかみんながねツイッターでね、リンコならいけるみたいな書いてくれたから申し訳ないなって思うんですけど、あ、また涙が出てくる。なんでこの請求で狭いんだろう。申し訳ないです。確かに告知、確かに。そう、ルーシー弱いんですよね。なんか申し訳なさすぎてごめんねって感じ。そうなんです、泣きすぎよね。本当に自分でも泣きすぎだなって思う。ミスが、でもなんかカップリングさえも歌いと思っとったから、でもカップリングあるだけ嬉しいかな。でもこの前の6枚目は花火中さ、この前のさ、あの6枚目はさ、なんかカップリングもなかったから、なんか正直言って自分の声が入ってない、なんか CD 辛すぎたけど、そう、でも今回はカップリング2曲歌わせていただくから、それだけでもよかった。肌水がちょっと顔がさ、きしんでるんですよ。そうなのよ。え、辛い辛い辛い本当に。なんかね、スーパータップされたね、もうすぐにね、すぐにね、サラピとかに、サラピとかリコチに会いに行ってね、あかりさんにも慰めてもらったんですよ。なんか別になんか入れるかなとは思ってないけど、まあ、ちょっと若干期待してたから、ちょっとわりかし結構ショックで落ち込んでたんですけど、なんか入れないと基本入れないと思ってたけど、ちょっとだけ期待してたから若干ちょっと結構ダメージがすごかった。そうそう、リモート、そうですよ、ショックでした。いや、なんかしかも津野さん、ありがとうございます。なんかもうなんかいろいろ言われて、なんか私何足りなかったのってめっちゃ考えちゃったんですよね。泣きすぎ。そうなんですよ、めでたい。そう、若干期待してたんですよね。泣き、あ、ちょっと待って、鼻水がビヨンってなった。いけこんな、いや、見ないで。まあ別にそんなにまだ入れんかなっては思っとったけど、まあ若干ちょっと期待しとったよね。そう、だから結構ショックやったってけど、そう、ちょっとだけ期待しとったんですよ、正直。恥ずかしいんですけど、ちょっとだけ期待しとったから割とショックでした。ちょっといけんって、鼻水がね出てるんですよ、もう。あ、やばいマジでビョンってなった。やっぱダンス下手だしね、ダンス下手だからね私。そう、ダンス下手なんで、ティッシュがないです。ティッシュがないです。まだあんまり、そ
そんな考えてない。そう、それでさ、そう、それでさ、そのももたんがね、そう、亡くなった日から結構ずっとしんどかったんですけど、今も割かし心はなんか別に仕事面ではすごいいいことばっかりだし、嫌なことなんて一つもないし、でもなんかずっとしんどくて、それを隠しきれてないことがあって、申し訳ないなって、それもなんか申し訳なすぎて、ヒゲジン新調整されたわ、ありがとうございます。鼻水が止まりません。そう、ショールームとかで隠しきれてない時があって、ちょっとごめんねって感じ。やばい、鼻詰まりが起きてます。あ、やばい、マジで鼻水出た。ちょっと待って、これはいけん、これはいけん、いけんじゃろ、いこう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 、ほんと鼻水出てる。ちょっと今アレルギーなんですよ、ちょっとごめんなさい。そうなんです、いけんいけん。ほんと嫌だ、ちょっと待って、ダメダメ、見ないで見ないで、 NG NGNG、NG、NG です。ちょっとまだペットロスから私は抜け出してないです。だから、ちょっとやっぱしゃんな。あ、もう読まないと。なんか、顔面が死んでるんだ。13位、ベレグラさん。あ、ちょっと急ぎ目で。12位、トモチンさん、ありがとう。11位。カンカンさん、ありがとう。10位、ドンさん、ありがとう。9位、シオポンさん、ありがとう。8位、ダンさん、ありがとう。7位、シャルゴタン、ありがとうございます。6位、ナオトちゃん、ありがとう。5位、クマピさん、ありがとう。4位、ジョージさん、食後おめでとう、ありがとう。3位、アルアさん、ありがとうございます。2位は AB さん、ああごめん間違えた。3位マロさん、ありがとう。2位 B さん、ありがとう。で1位角さん、ありがとう。バラ。ありがとうございます。そう、寝ますね、私も今日は寝ようと思います。今日はマジで寝る、寝るし食べる。寝るし食べる。ありがとうございました。ちょっと鼻水ごめんなさい、見せてしまって、ちょっとダメですよ。ちょ、 YouTube とか載せないでくださいね。ゆうへいさん、お疲れ、ありがとうございます。寝る。あ、待って、あ、お話し会の第4次明日までです。ちょっとごめん、宣伝全然できてない。明日までなので気になった方はぜひ。まもなく4つ出ています。頑張ってツーショット撮りましょう、撮りましょう、撮るんだ。バイバイ。これなかなか切らないですよね、毎回。やだ、鼻水見るの。